こんにちは、パフューム BTM です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回パフューム BTM ラジオ、前回の続き、パフューム BTM から皆さんへの10の質問の後半戦をやっていきたいと思います。もし前回のまだ聞いてないよっていう方がいらっしゃいましたら、前回のぜひチェックしてこちらをもう一度聞いていただけたらなと思います。いや、ほんと前回ね、私がめちゃくちゃね、喋りすぎちゃって、途中ね、ほんと前半後半に分けることね、途中で決めちゃうっていうね、ことをやらかしちゃいまして、もう、人気を変にやらせていただいております。いやー、それよりもね、最近ほんと暑くなったね、やっぱりね、夏が近づいてきました、皆さん、熱中症対策、今から言ってもいいのかな。熱中症対策は気をつけてくださいね。もう私も暑くて仕方ない。ということで、早速始めていきましょう。Perfume BTM から皆さんへの10の質問、後半戦です。それでは、早速始めていきますかね。それでは、まずこちら。ポリゴンウェーブにはという質問をさせていただきました。こちらはですね、Perfume の夏に開催されますライブ、ポリゴンウェーブでございます。はい、こちらにね、参加するかしないか、もしくはライブビューイングに参加したいかっていうのをね、アンケートを取らせていただきました。こちらね、全体的に52票ね、いただきまして、ね、参加したいっていうのが30、そして参戦しないのが3票。あれ?そしてライブビューイングに参戦したいっていうのが19票という形になりました。まず聞きたいよね。参戦しないのこの3票は何なんだっていうね。いや、何もないですよ。特にないんだけど、この3票は何なんだろうなと思って。いや、この、今回のポリゴンウェーブは、本当にパフュームファンにとっては、ものすごいさ、念願の念願のライブっていうわけじゃないですか。まあ、いろいろあるんでしょうね。この3票の方。例えば、看護師さんとか、医療関係に勤めていて、人が密集してるとこに仕事から行けないっていう方とか、いらっしゃると思うんですよ。なので、ね、ライブビューイングもギリギリなんだよねっていう方もいらっしゃると思うんですよ。もしかしたらその3票かもしれないですよね。まあ、結果的に言ったら、コロナこの野郎ってことですよね。もう本当に、もうコロナってことになっちゃうんですけども。まあね、私もすごく悩むんですよ。横浜なんですよね、今回のライブ会場が。ねえ、まあ、横浜に住んでる方とか、ね、横浜とか神奈川県に住んでいらっしゃる方、もしくは東京、埼玉、千葉とか、この辺りに住んでいらっしゃる方とかだったら全然行ける距離だと思うんですよ。だけどやっぱり私みたいに九州とか地方民の方って遠征がすごく厳しいと思うんですよ。で、私も家族に迷惑かけるのだけはやめたいと思っていて、やっぱ一緒に住んでる家族もいるので、ってことはもう家族に一番迷惑かける、そして仕事の皆さんに、仕事仲間の皆さんにもね、迷惑かけることは嫌なんですよ。ってなるとね、ちょっとね、横浜まで行くっていうね、ハードルがあるんですよね。で、特に空港とか飛行機の中っていうのがね、もうまさに密になるんですよ。ね、飛行機もしくは新幹線、それかもう横浜まで九州から車で行くっていうのもありなんですけど、ものすごい交通費になりそうなんで、そこはどうなんでしょうね。交通費どのくらいになるんでしょうね。高速で神奈川まで行くとどのくらいのお金になるんだろう。まずガソリン代でしょ、それで高速代ね、それが2往復分かかるっていうことだから結構かかりそうですね。うん、もう最低現に、もう人に会わない、人と密集しないっていうことがやっぱり地方民としてはやっぱり一番クリアしなきゃいけない課題なんじゃないかなと思うんですけども、だからやっぱり結構なライブビューイングに参加したいっていう方が結構多いみたいですね。うん、本当に悩ましいですもん、私も。
もしねポリゴンウェーブの九州公演からねあったらなとか思うんですけどね。やっぱね地方民にはとってはちょっとねきつい決断になるんじゃないかなと今回すごく思いますね。もうチケットのねあのファンクラブでの先行の抽選も始まりますし、やっぱ楽しみではあるんですけどね。私もどうしよう。さて続いていきましょう。続いては Perfume が主題歌をするならどの主題歌っていうことで質問させていただきました。で全体的にこちら53票投票いただきました。ありがとうございます。でまずこちらの内容はまずアニメ主題歌が全体的に16票、でゲームの主題歌が9票、そして映画の主題歌に28票という形になっております。あーやっぱり映画が多いですね。やっぱ Perfume はこれまで映画の主題歌とかいろいろやってきたので、まあ安定感があるのは映画の主題歌ですよね。でアニメの主題歌って言ったらやっぱ Perfume 的に言ったら、ドラえもん、他にも子猫のチーとかありましたね。子猫のチーはマヒームのねの曲が主題歌に決まりましたし、あとネットアニメのファスニングデイズでもパフュームがねあの主題歌を務めましたね。はい、ということで私的にねゲームの主題歌とアニメの主題歌をねあのパフュームにはやっていただけたらなとは思っているんですよ。まずアニメの主題歌、もう私の大好きなアニメって言ったらまあもうこれですよ、名探偵コナン。いやね、名探偵コナンの主題歌パフューム本当やってくれんかなとか思ったりとかするんですけども、まあねその名探偵コナンのこれまで主題歌やってきたのが大物なんですよ。ビーズだったりザードだったり倉木舞だったりとか、なんかそういう感じのアーティストが多いんですよね。なのでパフュームみたいなテクノポップユニットの感じの曲の主題歌は今まで名探偵コナンにはなかったんですよ。なので新しい風っていうことでパフュームいかがですかと。でもね倉木舞の無敵なハートとかあとダイナマイトとか結構ねサイバーな曲をしているので、倉木舞がやれるんだったらじゃあパフュームでどうですかとか思ったんですけどね。でもねパフュームのすごいところ、まあここはね安高さんの腕のすごいところなんですけども、そのアニメの世界観を残しつつ Perfume の世界観も広げていくことができる安高さんの音楽センスがあるので、もうね安高さんのね腕次第だと思うんですけども、いやぜひともね名探偵コナンにねぜひともね主題歌をねやってほしいんですよ。アニメでもいいですし映画でもいいです。映画だったらさ同じ事務所のさ福山雅治さんがさ名探偵コナンゼロの執行人で主題歌を務めていたので、あーこの事務所の流れでパフューム来ないかなとか思ったんですけども、まさかの根性のフィストでジェイソルブラザーズのボーカルのソニックとは思ってなかったですね。なのでねぜひどうもね名探偵コナンの制作スタッフの皆さんもし聞いてたらパフュームっていうのはいかがでしょうか。多分ね安高さんがねコナンに合ったぴったりのパフュームの曲を作ってくれると思いますので、いかがでしょうかと願ってます。あとね私ゲームの主題歌も話しておきたいんですけども、そのゲームの主題歌ってやっぱゲームの市場ってでかいんですよ。本当にでかい、映画以上にあると思うんですよ、もうゲームの世界って。なのでパフュームに世界的なソフトの主題歌をやってもらったら、なんかねパフュームもね一気に、ね、活動の幅がもっと広がると思うんですよ海外の。なので世界的なやっぱ日本のソフトって言ったらファイナルファンタジーとかどうですかね。全然日本のねアーティストが主題歌を務めることって全然あるんですよ。あやかとか全然やってましたし、あと倖田來未とかやっていたので、ぜひともねファイナルファンタジーを
で、Perfume を起用してください、スクエアニックスさんと思ってはいるんですけども、でもなんかね、RPG の感じの曲で、Perfume が歌ったら多分安高さんだったらね、多分ものすごく面白い音楽をね、作ってくれるんじゃないかなとは思うんですよ。なんかそういうところもなんかそのコラボレーション力が高いね、その中田安高さんと Perfume のね、やつがあるので、本当そこもなんかそれで新しい曲調が生まれたりとかして、すっごく面白いと思うんですよ。で、私が好きなゲームでキングダムハーツ、今ゲーム実況してるんですけども、そちらキングダムハーツ、まあこちらはですね、もうずっとね宇多田ヒカルさんがやっているので、キングダムハーツイコール宇多田ヒカルっていうねイメージがもうついちゃっているので、もうそれはさすがにねここは無理だと思っているので、キングダムハーツじゃなくてファイナルファンタジーに出ていただきたいなと思っています。ねえ、なんか面白そうだと私はすごく思っているんですけどね、私はそうだと思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。続いての質問は、 OK GO かけるPerfumeみたいなコラボ曲を出すのであれば、どのアーティストとコラボしてほしいですかっていう質問で、こちらもですね全体的に50票投票いただきました。ありがとうございます。で、こちらはですね、まず内容が、嵐、そしてカプセル、キャリーパムパム、そしてポルノグラフィティということで、まあ、Perfumeにゆかりのあるアーティストを私、選ばさせていただきました。やっぱり、コラボするならちょっとゆかりがあるアーティストかなと思って選んでみました。で、内訳なんですけど、まず嵐が8票、そしてカプセルがすごいですよ、26票。で、キャリーが12票。で、ポルノ兄さんが4票という形になっております。いやー、カプセル強いですね。やっぱみんなカプセルとコラボしてほしいのかな。まあ、音楽もね、安高さんが作ってるから、コラボはしやすいと思いますよ。それがね、としじまとしこさんと Perfume の3人のボーカルが合わさったら、めちゃくちゃいいと思うんですよ。いいと思うんですけどね、多分ね安高さん的には絶対しないだろうなと思いますね。企画があったらやるかもしれないけど、どうなんでしょう。で、私思ったことがあるんですけど、中田安高さんのソロ名演技のアルバムデジタルネイティブで、いろんなアーティストさんが参加されてるじゃないですか、ボーカルとして参加されているので、もしかしたらフューチャリングあーちゃん、フューチャリングのっち、フューチャリングかしがみたいなことはないかなとか思ってはいたんですけど、そうなってくるとなんかFMがそれぞれソロの曲を出しちゃったみたいで、なんかちょっと嫌になっちゃうなと思って、やっぱPerfumeさんにはずっと3人で曲を出し出してほしいなとは思っているので、まあないでしょうね。まあこの中で多分一番しっくりくるのはカプセルとキャリーだと思うんですよ。なのでカプセルとキャリー、それだったらもうカプセル、キャリー、Perfumeこれをもう3組合わせちゃってみんなで出しちゃえばいいんじゃないかなとか思っちゃったりとかするんですけど、まあキャリーとカプセルに関しては事務所が一緒なので、だからキャリーがカプセルの曲をカバーしたりとかしてるじゃないですか。だからPerfumeもね1曲ぐらいねカプセルのね曲でカバーをしてほしいなって思ってるんですけどね。以前ラジオで言ってたんですよね、何だっけ、ノッチか歌集かなちゃん誰だったかな、シュガーレスガールを狙ってるって言ってたますね。まあだけどね、多分安高さん的にカプセルの曲とかそういうの関係なくしに、Perfumeにあんまりカバー曲をやらせたくないと思うんですよ。ジェニーはご機嫌斜めはちょっともう例外として考えて、例えばあのカーディガンズのラブフールなんか、その CM でPerfumeが披露していましたけども、安高さん的にはあれ30秒バージョンしかないと言ってたから、あーちゃんも頼み込んで出せないですかっていうことで、フルで作れないですかって言ったら、もうあれは30秒バージョンしかないよと、だから出せないよと言ってたらしいんですよ。
だから中田敦孝さんにとってもPerfumeっていうグループは本当に秘蔵っ子だと思うんですよ。なので安孝さんにとってもPerfumeは大事、Perfumeにとっても中田敦孝さんは大事だと思っているので、安孝さんもPerfumeの世界観を本当に大事にしてると思うんですよね。なので安孝さんはそのタイミングタイミングで、今Perfumeがやったら面白い音楽、今Perfumがやったらびっくりするような音楽を常に発信し続けているので、まあ今のスタイルをつなぎ通していただけたらいいんじゃないかなと思いますね。いや本当に思いますよね。中身はそんなに変わってないんですよ。本当に夫人Perfumみきこ先生、関さん、中田敦孝さん、この夫人は全く変わってないのに、いまだにこんなに愛され続けるっていう魅力があるっていうのは、もうこの人たちがすごいんですよ。もう本当にすごいと思います。もうそれぞれね、Perfume3人の魅力、そしてみきこ先生が作るダンス、そしてアートディレクションの関さん、そして音楽の安坂っていうね、もうこれが本当に素晴らしい布陣ですよね。なのでチームPerfumeは本当に今までのね、例のないチームだと私は思っています。はい、ということでね、ちょっとねこちらのやつに語りすぎちゃったね、コラボの曲に対してすごく語りすぎちゃったね。はい、じゃあまあ OK クオーさんなら第2弾も作っていいんじゃないかなと私は思いますけどね。はい、ということで第2弾じゃなくて続いていきましょう。続いてはPerfumeに出してほしいものっていうことで質問させていただきました。まずこちらですね、全体的に47票いただきましてありがとうございます。内容はPerfumeポートフォリオ2ということで、Perfumeのポートフォリオ写真集ですね、こちら写真集、そして伝説のライブディスコディスコディスコの DVD& ブルーレイ、そしてパンセ、Perfumの初めての主演のドラマパンセの DVD& ブルーレイ、そしてリミックスアルバムという内容となっております。いやね、これね、私ね作ってね、この質問を作っておきながらね、この質問意地悪だなと思いました。いやー、一票しか選べないんですよ今回ね。なので、あ、意地悪な質問かもしれないけど聞いてみたいなと思ってちょっとこちらの質問させていただいたんですけども、はい、こちら内訳はですね、まずPerfumeポートフォリオ2、こちら写真集は、6票いただきました。そしてディスコディスコディスコ DVD& ブルーレイ、こちら18票、そしてパンセの DVD が2票、そしてリミックスアルバムがなんと21票ということで、いやー面白い結果となりましたね。いやね、私もリミックスアルバムは出してほしいなと思ってるんですよ、Perfumeに本当に出してほしいんですよ。そう、Perfumeの曲を使って安孝さんが遊んだらどうなるんだろうっていうのがね、もうこのリミックスアルバムの一番の魅力ですよ本当に。なのでもう本当にこれは見てぜひ出していただきたい。前例がありまして、カプセルでカプセルリミックスっていうねアルバムが出てるんですよ。なのでこちらぜひともねPerfumeリミックスということで出していただきたいなと思っていて、企画としてもねすごく面白いと思うんですよ。なので正直言ってね、2019年のピーキーブド出したじゃないですか、ザ・ベストで出したと思うんですよ。それに合わせてのなんか裏企画ということで、そのリミックスアルバムを出してくれたらなとか正直思っていたんですけども、まあさすがに出なかったですね。まあ安孝さんにあれだけまあね、リマスタリングさせておいて、すいませんリミックスもお願いしますっていうのもさ、おこがましいと言いますか、まあ難しいかなと思ったんですけど、まあこれからよね、
これからでも全然リミックスアルバムのね可能性っていうのはね全然なきにしもあらずだと私すごく思っているので、ぜひともユニバーサルさん、ぜひさねこの企画を立ち上げてください。もう絶対売れますから、絶対売れる。パフュームファンだったらねもう全種類買おうと思います。もう完全限定版と初回版と通常版絶対買えますので、ぜひユニバーサルさんお願いします。ぜひご検討の方よろしくお願いします。で、こちらのディスコディスコディスコ、もうこちらに関してはもうずっとねみんなお願いをしてるよね。ディスコディスコディスコのライブの DVD& ブルーレイを出してくれとずっとお願いをしてる子ですよね。いやー、なんでこちゃんねライブが出なかったんだろうとはすごく思っているんですけども、いやなんかね Perfume3 人にとってはこのディスコディスコディスコっていうライブはちょっとね苦い思い出があるライブになっているんですね。で、こちらはですね、こちらはぐるんぐるんのパンフレットにインタビューで載っているんですけども、その武道館が終わった後にそのポカンと穴が開いちゃったらしいんですね。次はどこに行けばいいんだろう私たちはっていう、どこを目標に動けばいいんだろうっていうのがあったらしいんですよ、2008年の武道館が終わった後に。だけどもう代々木決まりましたとスタッフから言われたらしくて、えとなったらしくて、アルバムが出たわけでもないのになんでライブをやるんだろうという、でちょっと苦い思い出があるライブなんですよ、代々木のディスコディスコディスコに関しては。なので DVD& ブルーレイを出さなかったっていう話もありますね。で、今更ねあれを出せないと、なぜかと言ったら若すぎるからと言ってましたね、そのパンフレットでね言ってたんですけど、でもノッチがね、いや逆にもう私たち取ったら年取っちゃったら逆に若々しいけど出してもいいんじゃないみたいな感じにノリになるんじゃないかっていうのも言ってたので、まあねその希望はまだまだ持てると思います、このディスコディスコディスコに関しては。で、この代々木のこちらのディスコディスコディスコに関しては絶対特マジャパンが権利を持ってると思うんですよ。まあこの時代は特マジャパンなんで、特マジャパンとアミューズが権利を持ってると思うんですね、この映像、あとワウワウカが持ってると思うんですけど、もしもしね出すのであれば、これ特マジャパンにとって最終兵器になるんじゃないかなと思うんですよ。そう、もう Perfume のベストも特マジャパンのレーベルじゃないけどユニバーサルで特マジャパンの曲も含めて出してるし、あとアルバムもレコード出してるし、他にも Perfume クリップスも出してるし、あと特マジャパンが Perfume の権利で持ってるものと言ったらディスコディスコディスコだと思うんですよ。なので何かしらの最終兵器でディスコディスコディスコの企画は持ち上がるんじゃないですか、特マジャパンとしては。そう、ユニバーサルさんでもしかしたら出すかもしれないけど、まあパフュームクリップスが特マ名義だったので、まあ全然特マさんからまたこちらのディスコディスコディスコを、めちゃくちゃ早口言葉みたいに言ってるね私ね、でディスコディスコディスコをこちら全然最終兵器として出していただいてもいいんじゃないかなと思いますね。もうそれかもファンクラブの皆さん限定でっていうことでも私は全然ありだと思います。まあね、ここまでねファンがね出してくれと要望を出していれば、まあ希望はなきにしもあらずだと思いますよ。まあ前例としてね、ゲームツアー、こちらのライブ DVD ももともと出す予定じゃなくて、そちらに撮影されてる映像はもともと記録用としてしか撮影してなかったらしいんですよ。うん、だけどファンの強い要望で出すようになったということで言っていたので、これからもね、バフュームファンがもうディスコディスコディスコをぜひとも DVD& ブルーレイで出してくれと、もうずっとずっとずっとしつこくね言い続けてたら、もしかしたらねゲームツアーみたいにね上側が折れて出す可能性もあるかなとは思いますので、こちらはねこれからも根強く言っていきましょう。私も欲しいですね、本当に欲しい、お願いします。
続いては最後の、ね、質問になります。やっと最後か。はい、最後の質問になります。最後の質問は PTA にお願いするなら何ですかということで質問させていただきました。もうこちらも完全にファンクラブ限定向けの質問となっております。でこちらはですね、全体的に44票投票いただきまして本当にありがとうございます。でこちらはですね、内容は PTA DVD のブルーレイ化、こちらですね、 Perfume が年一でファンクラブで、ね、会員特典として出していた DVD があるんですけど、こちらのブルーレイ化、ね、そろそろもう DVD じゃなくてブルーレイで出してくれんかなと私も正直思っています。そしてPTA ファーストツアー、こちらはですね、2010年のねに行われました Perfume のファンクラブツアーの DVD が出てるんですよね。まあなんて言うんですかね、まあライブ DVD と言いますか、まあ完全ファン向けの DVD なんですけども、こちらの DVD が出てるんですけども、こちらのブルーレイ化、そして PTA TV ボリューム1から12、こちらはですね、年1ぐらいでだいたい Perfume がね、生放送をお送りしていってるんですよ。なのでこちらの生放送をぜひとも DVD& ブルーレイで出してほしいというね話です。はい、はい、こちらをね3つでねやらせていただきました。でこちらの内訳なんですけど、まず PTA DVD のブルーレイ化、こちらは12票ですね。そして PTA ファーストツアーブルーレイ化がこちら7票。そして PTA TV ボリューム1から12、こちらの映像ソフト化がこちらが25票ということで、ああやっぱりこちらが多いんですね。いやね、今までね、その PTA TV の生放送が年一で届く DVD の中に収録されることがちょっと少なかったんですよ。収録されてるやつもあるんですけども少なかったので、ぜひとも映像化してほしくて、私もこれすごく欲しいなとは思ってますね。なので PTA のスタッフの皆さん、ぜひともご検討いただきたいです。いや絶対ね、ファンクラブ限定の DVD& ブルーレイでも絶対売れると思いますよこちら。まあね、これまでね歴代で DVD になってる Perfume の PTA の最初のツアーと、そして次の2018年のツアーも DVD になって、こうやって DVD になるっていう前例があるので、ぜひともねこちらもぜひ知ってほしいですね。もうそれだったらもうボックスでボックスで作ってもらっても全然構わないですよ。多分ね、その今までその PTTV の生放送って1時間とか2時間とかそれぐらいだったんですね。なのでそれだったら1本のブルーレイに2本分入れたりとかしてもらっても全然構わないですね。そしてで今のところボリューム12話であるので、ってことは1つの DVD に、1つのディスクに2本入れるとして、そうなってくると6本になるんですよ。もう全然ボックスありじゃないですか。いや全然1万とかでも売れると思いますけどね私ね。いや売れると思うけどな。じゃあファンだったら絶対買うから、私絶対買うから、うん、完全生産受注生産でいいので、ぜひとも作っていただきたいですねこちらね。うん、もうお願いします、ファンクラブの皆さんお願いします。もうこちら希望出しとこうかな私、うん、メッセージで出しちゃおうかなこちら。はい、ということで今回後半戦をお送りしてきました。 Perfume PTM から皆さんの10の質問ということでお送りしてきました。今回2回に分けてお送りしてきました。いかがだったでしょうか。今回結構ギリ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 だって、今収録時間が29分だもん。やばい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 、尺30分なのに、やばい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 。ということでですね、そろそろ終われって言われているので、はい、そろそろ終わりたいと思います。いや最後駆け足になっちゃいましたね。はい、ということで今回めちゃくちゃもう PTM 的にすごくね、いろいろ喋ってきました。皆さんも同感とかしてくれたりとか、あとこういう考えもあるんじゃないとか、そういうのがありましたらぜひ教えてください。いや今回もめっちゃ喋りましたね。
BTM です。